スマホを、マルチウィンドウのというアプリで分割して、上がシンプルノートというアプリで記事まとめて、下がメタのライブ配信で今やってます。あなたが裕福であると知るにはどうすればいいですか？私がインド工学大学にいた頃、私たちに力学を教えてくれていたタルケダール教授がいました。彼の講義は非常に興味深かったです。彼は教える方法や概念を説明する方法が面白かったからです。ある日の授業で彼は以下の質問をしました。ゼロとは何ですか？無限とは何ですか？ゼロと無限は同じですか？私たちは皆答えを知っていると思い、次のように答えました。ゼロは何もないことを意味します。無限は数えられる数よりも大きい数を指します。ゼロと無限は相反するものであり、決して同じにはなりません。彼は無限について話し始め、数えられる数よりも大きい数はどうやって存在できるのかと尋ねました。私たちは答えを持っていませんでした。彼はその後、非常に興味深い方法で無限の概念を説明しました。35年以上経って今でも覚えています。彼は言いました。20までしか数えることができない無知な羊飼いがいると想像してみてください。今彼が持っている羊の数が20未満の場合、あなたが彼に羊の数を尋ねれば、正確な数3とか5とか14などを教えてくれます。しかし数が20を超えると、たくさんありすぎると答える可能性があります。彼は科学では無限は数えられる数より多いという意味であり、無数ではない。同様にゼロは少なすぎるという意味であると説明しました。例えば地球の直径を地球と太陽の距離と比較すると、地球の直径は小さすぎるのでゼロと言えます。しかし同じ地球の直径を量子の大きさと比較すると、地球の直径は無限であると言えます。したがって同じ物質は文脈や比較の基準によって、同様にゼロと無限大の両方になり得ると彼は結論付けました。裕福さと貧困の関係は無限とゼロの関係に似ています。それはあなたの欲望との比較基準によって全てが決まります。収入が欲望を上回る場合、あなたは裕福です。欲望が収入を上回る場合、あなたは貧しいです。私は自分自身を裕福だと考えています。なぜなら私の欲望は私の収入よりもずっと少ないからです。私は多くのお金を手に入れることで裕福になったわけではなく、欲望を徐々に減らすことで裕福になりました。もしもあなたが欲望を減らすことができれば、この瞬間から裕福になることができます。